キャンピンピグカーでは小さいそんな悩みを持つ方に、軽トラックベースで8ナンバーのキャブコンを撮影。小さくても、車質を広く撮れます。キャリーを8ナンバーのキャブコンに、軽キャンピングカーは、小さなボディをアドバンテージとして、ビギナーのエントリーモデルにもなり、ベテランの上がりの1台にもなる。大別すると、バンタイプをベースとしたものと、 軽トラックをベースとしたものが存在しているが、前車は総じて軽キャンパー、後車は軽キャブコンと呼ぶのが一般的。AG、MAX、オートショップアズマがリリースしている。ラクーンは軽トラックの荷台に居住スペースを取り付け、8ナンバーのキャブコンとした見た目が個性的なモデルだ。このため、 自由度が高い空間づくりが可能になり、室内寸法は、室内長2100、室内幅1530、室内高 1700mm と、大人でも過ごしやすい空間を確保している。ベース車は、鈴木キャリー、松田スクラム 5MT3AT、もしくはダイハツハイゼット 5MT4AT で、前述のように普通特殊シロナンバーの8。 ナンバーキャンピングカー登録となる。そのボディサイズは、全長3700全幅1700から1720全高2500ミ、mm、リメートルとなるので、街中での取り回しの良さが自慢だ。長さ1.9メートルのベンチシートでキャンブ、軽であることにこだわった、バンタイプの軽キャンパーでは、就寝店員2名となるモデルも見かける。その転落運では、シートの形状により、 ベンチタイプとリアベッドタイプという2種の室内レイアウトを選べる上、運転席の上にバンクベッド、長さ1650幅 1540mm が備わり、就寝定員にプラス2名を実現。そして、FRP 一体成型ボディ、25mm 厚の断熱材入りの専用シェルを装備していることもあり、ベンチタイプは乗車定員が5名で、 リアベッドタイプは4名で移動することができる。二人旅にぴったりの小さなキャブコンだが、子連れのファミリーで利用することもできるのだ。今回撮影したベンチタイプは長さ 1900mm のゆったりとしたベンチシートを車体右側に備え、反対側のキッチンとテーブルに顔を向けてくつろいで座ることができる。リアベッドタイプは マルチアクションシートを使った対面外ネットを装備しており、4名でテーブルを囲めるのがポイントだ。このサイズで意外に本格キャブコン、両タイプに共通となる標準装備を確認しておこう。まず、走行面では、オリジナルリア強化、リーフスプリング、オリジナルリアショックを標準で装備する内装設備については、FRPE 体成型ボディ、 全席リクライニング。背面パネルカットウォークスルー。ギャレーカウンター。10リットルタンク2個。カセットコンロ。床クッションフロアバリ。カーテン1式。5面。助手席後ろ収納。小。上部収納ボックス。3面。ギャレー下収納。バンク収納。1650 m、mm、m 1550 m m ペアガラス。網戸付き。 カウンターテーブルを標準装備。電装面では、自動の走行充電システム、サブバッテリー、105A、AC 外部入力電源、LED 照明、スポットライト、オリジナル LED、テールランプ、ハイマウントストップランプが、やはり標準で備わる。FF ヒーター、サイドオーニング、バックアイカメラ、ソーラーパネル、インバーター、延長ベッドマットなどはオプションだ。ラクーンは、 軽トラックをベース車としながら大きなバンクベッドを持ち本格的なキャブコンのような使い方を楽しめる撮影車両はキャリー T2WDFR がベースで価格は315万1500円オプションを含めると341万3300円車高が高く設定されているため車内で窮屈さを感じることはない一台だ 4WD を選べば さらに行動範囲が広がるので、予算に応じてチョイスしてみることをおすすめする。